エアトレックは、三菱自動車工業が製造、販売していた、クロスオーバー SUV である。SUV でも、ステーションワゴンでも、ミニバンでも、ハッチバックでもない新しいタイプの車を目指し、次世代クロスオーバー SUV、スマートオールラウンダーをキャッチフレーズに発売された。チャレンジャーの後継者といえる。インパネシフトを採用することにより、ウォークスルーを可能とし、 全高 1550mm 以下に抑えることで、機械式駐車場の利用を可能にした。エンジンは、横置き直列4気筒の 2.4L と 2.0L で、2.0L ターボも追加された。すべてガソリンエンジンである。プラットフォームは6代目ランサーのものをベースとしており、FF と 4WD がラインナップされた。発売から1年後には、 ランサーエボリューションと同形式の 4G63 型 2.0L ターボエンジンを搭載するターボ R が発表された。このモデルは 4WD のみで専用設計のフロントバンパーの採用やサスペンションのチューニングが施された。日本国外名はアウトランダー。ただし一部の地域では社名がバジェロスポーツ。スポーツギアは北米仕様をベースとしており。 フロント周りを中心にデザインが異なり、サイズも拡大している。三菱自動車ターンアラウンド計画の第一弾として、園部隆社長が初めて新車発表会に出席した。日本向けは2009年に廃止となり、後継モデルは日本国外名と同じくアウトランダーになった。 2001年1月2001年6月20日2002年6月10日2002年10月31日2003年1月15日2004年1月20日,2004年8月29日2005年10月17日2008年自由に冒険的な旅をするというエアートレックの造語新経営ビジョン三菱自動車ターンアラウンド計画の骨子を発表三菱自動車 2020年6月27日閲覧。この名称は、後に、第3世代の RVR の海外仕様に使われた。h t t p w w w r a i l i a r c o j p 0 5 n e w s r a i だ、シュレイ5だ、シュレイ一クラミみ。html。ありがとうございます。